電池がない、電池ないって。こんにちは皆さん。見てこのベッドフレームもう売りましたよ。あと結構家がカラカラ、でもカラカラまだね、キープしてるものもあるけど、売っちゃいたいものは結構もうほとんど売りました。うん、で残りは持っていく感じだけど、貸してるか。ちょっとこのさ、ゴリラポットつけるね。今これ持ってんのよ。これをつける。ちょっと待って。そう、それでさ、物をガンガン減らしてってて、家の中のね。で黒猫大和さんから段ボールももう来てて、荷物とかも詰めててのコロナだからね。しかもなんかこうポンっていきなり出てきてさ、あまあオッケーオッケー、まあそんな感じかと思ってたじゃん。したらさ、次々に毎日のようにこれだけのなんだっけ、感染者が出ましたって。ほんと毎日毎日毎日、今になったらもうほんと毎日ニュースでやってるから、ちょっと本当に不安だよね、この先どうなるのか。なんか私のビデオでもたくさんの人がコメントしてくれたけど、一番第一印象に思ったのは、もう本当みんなも不安でどうしていいか分かんないっていう感じだよね。だから、なんか、あ、しこれゴリラポットつけても触るの？そうなんだね、そうなんだね。まあ今6月って見てるけど、どうなるかだよね。ちょっと不安だよねマジで。なんか私的にはもうね、こうやってもう荷物もだんだん減らしてきてるし、でのいきなり足踏み状態じゃん。だからすごい、まあ歯がゆいっていうか、かゆいっていうか、まあそんな感じなんですよ。でもまあ仕方ないから、このできた時間を、そうだよね、もうちょっとこう準備期間に当てるっていう形で、もう今まで散々準備期間してきたんだけどしてきたんだけど、またエクストラで幸いまた準備期間をもらえたんで、まあいい風にやっていきたいと思うし、うちの娘になんか習い事させたいと思ってて、バレエを習わせたいなと思っていろいろ見てたんだけど、でも引っ越すしなみたいな感じだったんだよな。だけどまたこうやって足踏み状態じゃん今。だからとりあえずキャメロンが行っているジムナスティックとかにもちょっと週1とかで行かせようかなと思ってるんだけど、うん、そうなんですよ。でね、先週ぐらいに日本に帰りますっていうビデオを上げて、でその数日後にレスポンスビデオを上げて、もうね、毎日のようにまあ今でもそのビデオの方にはコメントもいただくし、あと私のインスタグラムの方には DM いただいたりとか、 E メールもらったりとか、本当に何ていうの、なんか私こんなに反響をいただいてっていうか、私のことを考えてくれて、こんなになんかメッセージ書いてくれる方の時間を割いてもらってね、貴重な時間を割いてもらって、私のためになんかそこまでやってもらってて、なんか本当すっごい嬉しいし、なんか超嬉しいんですよ。超嬉しいです、超嬉しいし、でもこれをどういう風にお返ししていこうかなって今考えてるんですよね。まあ一番いいなって思うことは、私がちゃんと日本に帰ってしっかりと自分の思い描いてたように起業してって、こうなんかしっかりこう地に足つけてね、しっかり育児もしながら、夫婦で夫婦で支え合いながら起業してってっていう姿勢をビデオを通して見せていくのが私の役目
だと思ってるから、うん、とたくさんのコメントいただいて一個一個あの返信できなくて申し訳ないし、DM の方も、E メールの方もあの返信できて申し訳ない、返信できてなくて申し訳ないんですけど、でも読んでるし、あとあのなんだろう、うん、そうやってその姿勢を見せていくのが私の本当の恩返しっていうかお礼の仕方だなと思ってるんで、皆さんにそういう風に、解釈していただけたら嬉しいなと思ってるんですよ。1月ぐらいまでかな、家族で日本に帰るって決めて、でこういろいろ水面下で動いてたとはゆえど、そのなんていうのかな、やっぱり私 YouTube で自分の生活とかもシェアしてるわけだから、それをあんまり見せずに、だけど普通に振る舞って、YouTube のビデオ作ったりするのも結構大変で、なんか苦しいじゃないですか。なんか言いたいことあって、そのために全部の生活が今変わってきてて、で自分の考えとかも自分の意識も全部そっちにあのもう向いちゃっててるのにもかかわらず、一応こっちで普通に生活しているようなのを風にしてなきゃいけなかったわけじゃないですか。で、ね、でシェアする喋るのよ、うん、すごい喋る、自分の声もねしっかり大きい声出せるしね、もう最近はママとかだってしっかり私のこと呼ぶからねえ、私の名前何か分かってんだよね、ママかママとか言うんだよね、なんだっけ、そうそうだからね、そのでだんだん苦しいわけですよね、苦しいわけ、でもいつかはこれ言うわけだし皆さんに言うわけだし、じゃんだから、まあコロナのことも心配だったし、帰るつもりだった日程も近づいてたからっていうので皆さんに、ビデオ作ってお知らせしたんだけど、ちょっとエリソンにメロンあげながら喋りますけどね、皆さんにねお話ししたいことがあったんですよ。あのさ、私のビログってすごい長いじゃないですか、で昔なんかさ1時間ぐらいとかかかってて、で多分見る人はすごい、人によってはその1時間のが好きな人と、まあ、多分1時間あってもこの数回に分けて見てくれる人とっていたと思うんだけど、まあ要はね、ビログを撮れる時に撮ってて、でエディットできる時にエディットしてたんですね。でそしたらマンスリーで出しちゃった方がいいんだなってなって、マンスリー、こう月ごとにビログを出していくのがいいなみたいな、この日はこれをしたとかいうよりかはもう1週間分ぐらいでまとめちゃったのを月に数回出そうかなっていう感じになったんですよね。でそれでマンスリービログやってて、毎月何個ずつっていうのは決めてないんだけど、まあ3個以上出せたらいい、3個4個以上出せたらなっていう感じでまあやってたんですよ。だから私のビログ 何月何日に何々をしたっていう感じじゃないじゃないですか。結構あの日にちとかは別に書いてなくての、ああ多分あの画面が変わったから翌日なのかなとか何日後なのかなとか、時によっては数週間後だったりとかもするんだけど、別に日にちとかは出してないようなビログをまあやってたわけですよね。で私的にはそのできる時に撮ってできる時にエディットして、でまあそこそこの長さになったらその YouTube に載せてっていう感じでやってたんですけど、結局それでできる時にビデオ撮ってっていうのをやってたらなかなかまあ長くなるんですよね。長くなっちゃって、でそれをカットしていくわけだからエディットにもすごい時間がかかって、で効率悪いなって思い始めたんですよ。この先アップロードしていくのは一つのビデオがかなり今までと比べて短くなると思います。なんだけどその分タイムリーになるから、私なんてさひどい時なんて6ヶ月前のビデオとか上げてたじゃない
あれひどいと思うんだけど、でも皆さん見てくれて、だけどその分タイムリーになるから、その撮った数日後にアップロードできるような形にしていきたいんですよ。じゃないと、全然こう、まあ、効率も悪いし、自分の時間のかけ方も悪いし、一回ビデオ撮ってね、それが5分ぐらいのビデオ、5分から10分ぐらいのビデオで編集が収まるんであれば、編集でも全然かかんないし、1個のビデオ撮ってそのビデオが5分から10分ぐらいのビデオなんであれば、編集に全然時間もかからないし、そうしたら撮る、編集する、はい次撮る、編集する、撮る、編集するみたいな感じで効率よくこうやっていける分、もっと YouTube にビデオを、アクティブにポストできるんですよね。今の状態だと、はい1日目撮った、2日目撮った、撮った撮った撮った、でその後ごそっとその撮った分をバコッと重たいファイルをボーンとその自分のエリットのファイナルカットプロっていうのを使ってるんだけど、それにガッと乗せてので、そこからドワーッとこうエディットを始めて、カットカットカットね、いろいろカットしてって短くしてってみたいな、でいろいろうちのもし旦那が入ってるんであれば、その何なんだっけ、略を乗せてのってなると、すごいまあ時間かかっちゃうから、やっぱり、短くやってって、でもタイムリーっていう部分、なんか私のビデオが長いのを好んで見てくれている方がいるのももちろん承知なんですけど、ちょっとタイムリーじゃなさすぎるのが逆にちょっと良くないなっても思ってるし、やっぱり2月にクリスマスのビログ出してたから、私的には申し訳なかったんだけど、でも時間的にどうしてもこう、どんなに頑張っても、なんかその時間がどうしてもね、できなくても2月になっちゃったんだけど、だからもう一個一個のビデオやっぱり短くしていくしかないなみたいな。でもその分、こう、まあエディット頑張って、もちろん質のいいようなもの出したいし、自分の満足にいくの出したいけど、でもやっぱりタイムリーっていうのはすごい大事だと思ったんですよね。なんかやっぱ今思ってることを今伝えて、その反響を今見て、で、じゃあそしたらそれに対してどうするかみたいなのとか、やっぱりタイムリーじゃなきゃよくないと思うから、なんで、もうちょっとタイムリーでいけるようにするために、皆さんとだし、やっぱりタイムリーでいるともっとこうつながっている感じあるじゃないですか。やっぱり時間が経つと時間が経つで、ああ2ヶ月前思ってたことはこうなんだっていうのを今ね見ることになったりとかするから、なんで、もっとタイムリーでいくために、もちろんエディットとかも凝りたいし、今まで通り時間もかけたいけども、1個のビデオがまあ5分から10分ぐらいになるっていうことを伝えたくって、はい、そうなんですよ。 Here どうぞね。なんでそうしたらもっとこう今生活してる、アメリカで生活している中で見せたいなっていうのいろいろあったんですよ。アメリカに住んでる日本人の方とか、あとこれからアメリカに引っ越すとかいう方におすすめのレシピとかね、かそういうのもちょこちょこやりたかったのよ。ビログやってる以上やっぱそういうのも出しての YouTuber じゃないですか。だしいっぱいあるしネタだから、そういうのもポン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 とこう、なんだろう、デイリービログじゃないけどね、デイリービログじゃない、そこまでは毎日毎日出せないけど、こう、タイムリーに頻繁にね YouTube にポストできるようにするためには、このメロン甘いよね、甘いよね。2歳まではこう砂糖はいらないと思ってるし、ハニーとかもアガバシロップとかもあるじゃないですか、メープルシロップとかもそういうのもいらないと思ってて、赤ちゃんには。だけどこのナチュラルシュガー、このさ、果物が持ってる果物が持っているそのままの甘みあるじゃないですか、そういうのはいいと思うんだよ。だけどさ、甘すぎるよねたまにっていうのもちょっと気になるなみたいな。このメロンなんてものすごく甘いし、結構でバナナも結構甘いじゃないですかね。だからやっぱりそれも一応ナチュラルシュガーで、シュガーだからバナナを1日に3本4本食べるとやっぱり
それもそれでね、あの糖質結構取ってるし、ほらお米をいっぱい食べてお米に糖質が入っててっていう、それで太るとかそういうのと一緒でさ、やっぱりこういった果物も砂糖じゃないとは言えど、やっぱりナチュラルなね甘みがしっかりあるから、あの全然砂糖とはいい甘みなんだけど、あの質の砂糖とはまた違って、あの健康的でいい甘みなんだけども、取りすぎは良くないね、やっぱり。 Here OK、 まあそんな感じなんですよ。だからもしかして、あーなんかビデオの質が落ちていくのかなとか、内容がつまんなくなるのかなとか、短くなることによって、それはあの私も頑張りますし、そうはしたくないし、やっぱりこう見た側からもうもろにガーうわなんか質めっちゃ変わったとか思われるの嫌だし、頑張るけど、でもやっぱりその長いビデオが大好きな人にとってはやっぱりえーってなるかもしれないんだけど、このやっていく以上を今までの私でもあったけども、もうちょっとこうやっぱり変化していきたい、いい意味でね変化していきたいしっていう、経路にたどり着いたんで、まあ、ちょっとこういう感じでやってみて、もっとこういう感じでやってみて、それで、まあ、まあこれもお試しみたいな感じでやってみてどうかなみたいなね。でうまくいけばうまくいくし、なんか反応が皆さんの反応があんまり良くないんであれば変えたりとかして、まあ、やっていこうと思うんで、そこら辺よろしくお願いします。はいっていう感じなんで、皆さんご理解の方を、皆さんご理解の方をよろしくお願いいたします。で、私はこれから娘を迎えに行きますんで、はい。そんな感じで皆さん素敵な一日を過ごしてくださいね。では、また次のビデオで会いましょう。バイ。